皆様お疲れ様です。クラウンです。見てくださいこちら見てください、大量のヒヨルドフォークテイムしましたある方法を使って大量のフィヨルドホークテイムさせていただきました。ということでね、今日はね、まあ皆さんも気になるであろうフィヨルドホーク大量テイムの方法をやっていきましょう。なんていうの、デスボ、このインベントリーアイテムキャッシュ、これにねドクロマークが出て見つけやすくなるってやつだね。こうやってマークが出ますね。体力表示をしてくれます。こうやって肩に乗せて死んだ時に、こうやって死んじゃった時、もうリスポーン地点までアイテムを持ってきてくれると。この今目の前にあるでしょ、こういう感じでこうやって持ってきてくれますね。これがね最強のチート能力で、なんか洞窟の中にいる時とかそういう時はちょっと使えないみたいなんですけど、ちょっとまだまだよくわからない、正直言って。そんな感じですね。うん。で、フィヨルドホークの居場所としては、まあ、この左上の雪山越えたあたりの平原かな、紅葉とかあるとこと、あと左下の島にもね、いるらしいです。ちょっとそこは俺知らないんですけど。フィヨルドホークのテイム方法ね。こうやって敵生物を倒して、マンモスめんどくさいけど、敵生物を倒して、で、死体があると、近くにいるフィヨルドホークが、こうやって、あ、見えない。こうやって、ついばんでいくので、その時にテイムゲージが上がってる。多分こいつかな。こいつとこいつが今上がった。こういう感じで。これを繰り返していかなきゃいけないんだけど、結構めんどくさいんですよ。結構めんどくさい。いろいろあって6時間配信したんですけど、まあ、これを、まあ楽にやる方法ですね。で、あんだけ大量にテイムできる方法。正直できる人とできない人がいるんですけど、一応最初はちょっと難しいかなっていう方法を紹介します。で、その後、これは試してないんだけど、この方法でもできるんじゃないかなっていうのを試しますね。で、まあ今、こうやって何匹かついてきてる状態になってますと。で、ここで用意するのが、この方です。ロックエレメンタル。ロックエレメンタル。ロックエレメンタルね、こいつロストアイランドから連れてきました。懐かしのポケモンバトルしたロックエレメンタルです。で、一応、ロストアイランドから連れてきたんですけど、フィヨルドにもロックエレメンタルいるらしいので、まあ、それをテイムしてからかなって感じなんですけど、このテイムしたロックエレメンタルを、で、こいつちょっと体力下げといたので、こいつをね、殺します。こいつを殺します。で、この死体に対してついばんでくれるんですよ。これでも秒速でテイムできますで、一応テイム倍率10倍なんだけど、多分ね10倍でも簡単にできると思う。それぐらい上がってるから。で、これ20体ぐらいフィヨルドホーク連れてきてもついばんでくれるので、ずっとなんかね、剥ぎ取り回数がめちゃくちゃ多いんだよね。はい、これですちょっと難しいとは思うんだけど、で、まあ正直さ、ロックエレメンタルテイムできねえよっていうのがあるじゃないですか。まだそこまで行ってねえよみたいな、それもあると思ったんで、こっからはロックエレメンタルがいなくてもできるんじゃねえかなっていう方法をちょっと試しますね。これは俺試してないのでできるか分かんないんですけど、まあ容量は同じです。体力にどうなんだろうね、ちょっとねそこまで分かんないでもね、こいつ140レベルじゃないですか。なんか20レベルぐらいのロックエレメンタルで一回試したんですよ。それでもあれだけの数手に入ったので全然できると思います。カルボネミス大量に用意しました素材も取れて一石二鳥ですね。確かに。カルボネミス5体と、フィオミア4体。あ、カルボネミス4体とフィオミア4体用意したのかな、とりあえず。どれぐらい必要なのかわからないので。あ、待って。待って。俺の用意した死体を。なんで？
やめて。くそー、マジやってくれたな。さて、何事もなかったですが、今ね、カルボネミス2匹とフィオミナ2匹を用意しましたね。これね、毎回ね、死体を用意、持ってくるんじゃなくて、これ倒してしまうと。なんかね、やってた感じだとフィオミアがね、いい感じに食べてくれるなってイメージだったので、で、こいつを食べてもらう。結構上がってるね。あ、上がってる上がってる。で、カルボネミスを食べてもらう。それまた食べてもらうと。こうやってね、ロックドレイクがいなくてもテームできますよと。で、これは、1体とか、このフィヨルドフォーク1体だけの時とかにやらなきゃいけないから、なんか何匹か寄ってきちゃった時は、厳選して、フィヨルドフォークを倒しておくっていうのが必要かな。こういう感じです。はい。これならできるんじゃないかな。20レベル1体で 10% ぐらいかな。だから、まあ、フィヨルドホーク正直低レベルでも高レベルでもあんま関係ないと思うので、まあ、ロックドレイクじゃない、ロックエレメンタルがまだいない場合は、ああやって、フィオミアとか、カルボネミスとか、なんか大量にテームしておいて、それを用意して、一匹連れてきて、食べさせる。この方法がいいかなと思います。よし。っていう感じです。ちなみにね、配信ではやらなかったんですけど、コメントで羊でやってもいけるんじゃねみたいなのがあったので、ちょっと羊試してみたいと思います。羊ね、剥ぎ取り回数が結構多いんですよね。羊の毛とか羊肉とか、なんかすごいいっぱい取れるイメージがあるので、羊でも試してみたいと思います。ちなみにこの羊はレベル150でしたね。倒してみて、しっかりね、降りてみる。あー、羊はなんか通常よりも削られなかった。なんていうんですか。羊はなんか普通に剥ぎ取るよりもフィヨルドフォークはサクッと剥ぎ取っちゃいますね。3回分しか剥ぎ取らなかったね。ということは羊でもあまり変わらないので、まあ簡単にテイムできるカルボネミスと、ビオミアがいいかなと思います。はい、ということでね、今回ここまでにしようかなと思います。実況の方ね、アークフィヨルド実況の方もやっているので、ぜひそちらもご覧ください。それではお疲れ様でした。